ライブの相手が良くて、それをやっぱり続けたことで、勝ちにつながったと思うし、昨日負けてしまったんですけど、ディフェンスのアグレッシブさっていうのは、良かったところっていうのは、みんなでミーティングで話してたんで、今日もそれが出て、児玉さんとか幹事さんがファールになっちゃったりしたんですけど、ベンチから出てきた選手が、それを同じことを続けて、いい流れを持ってこれたので、今日の勝ちになったかなって思います。